はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の詩集シリーズ第4弾をお送りします。で、今回はこの7問ですね、まあ、いつも通りまた受験問題をね実際に使わせていただきましたので、ぜひねこの状態でチャレンジしてみてください。で、ちょっとやってもらって、なんか不安なのとか分かんないのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通り画面下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ下げるよ、待ってね、よいしょ。は、あれ、もうちょい、よいしょ、これいいか。で、今回は一応ね自分の中1分3秒でございました。よし、じゃあまず1番からいきましょう。で、もうこれも4本目取ってるので、もうこの辺は出てくると、ああ、また掛け算と足し算の順番で引っ掛けようとしてるんだねって、そろそろね、こう掴めてくるかと思うんですが、まあこれは足し算からやるとミスを犯すと。必ず掛け算を先にやんなきゃいけないので、こっちが先ですね。だから 3×-5 なんで、ここ -15。つまり、7。まあ7プラス、括弧-15って考えてもいいですし、まあ7-15なので、まあ答えマイナス8と。足し算からやってしまうと、7+3で10なんだよね。10×-5でマイナス50っていうミスを誘ってる問題です。よいしょ。で、次が、まあ括弧の前にね、数字くっついてるんで配ってあげようということで、3をこことここにまず配ります。だから、3×2=6なんで、6a+3ですね。で、今度は、-4を、こことここに配ればいいんで、-4a-8 です。で、a 同士、計算して、6a と、-4a なんで、計算すると 2a。で、数字ね、+3と-8やると、-5。で、これで終了です。で、これをね、ちょっとね、こう、テンパってしまって、文字がくっついてるのとくっついてないのは計算できないんだよ。できないんだけど、あ、2と-5だから、-3a、みたいな、風に言う、行くね、ミスもちょっと若干誘ってるので、そこ気をつけてください。で、この数の代入は多分このシリーズだと初かな。結構自分はこの問題出てくるイメージあるんですけど、受験だと。a が -3 です。で、b が6の時に、この -a2+2b の値を求めなさいという。まあ、代入のやつだね。で、これはですね、基本的に、どっちかはマイナスになります。マイナスでミスを誘うのと、もしくは小数でミスを誘う。あと分数だね。っていうパターンがあるんですが、まあ、今回マイナスですね。で、とにかく、ここです。この b の方はそんなミスを犯さないんですけど、こっちでミス誘います。で、何を誘ってるかっていうと、a。ここにマイナス3を入れるんですよ。で、ちゃんと書くんだったら、まず手前にマイナスあるから、マイナスでしょ。ここにマイナス3入れるんですけど、2乗がくっついてるんで、カッコマイナス3の2乗なんです。こうなる。で、プラス、ここはいいか。2×6 だもんね。だから12っていう。暗算しちゃいますけど。で、このカッコマイナス3の2乗、カッコの外に2乗があるのは、-3×-3って意味です。つまり9なんです。でも、9なんだけど、もともといるマイナスがいるので、-9になります。で、+12。だから、答えは、3と。こういう風になります。ここのね、代入の仕方、ここを気をつけてください。で、次、ルートですね。まあ、ルートですけど、こう分母に出てくるのは初かな？このシリーズだと。で、まあ、こっちから行きます。ルートっていうのは分母。下にあるときは有理化をします。で、有理化っていうのは、このルート3を分子と分母両方にかけてあげる。で、今回、まあ、初登場でもなるので、このシリーズはね、一応ちゃんと書こっか。こうやってルート3分の27ってなってるでしょ？これを、上と下にルート3をかけてあげるんです。これが有理化ね。で、マイナス、まあ、ルート48は直せるので直しちゃいましょう。48は 16×3 なんです。これできれば覚えてほしいですね。48ってよく出てくるんで。16×3。16ってのが四四16。4の2乗なんで4が出てきます。だから、4ルート3と同じになる。
で、こっちはまあいいよね。で、こっちはですね、ルート3かけるルート3。ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れます。2乗になることによって。だから、ここ3なのね。で、一応書こっか、こっち。つまり、3分の、上はくっつくだけなんで、27ルート3。で、こっちも書いておこうか。4ルート3です。で、これはですね、ルートの中とルートの外の世界は約分ができないので、こことここで約分をします。そうすると、9だよね。つまり、こっち側は9ルート3になるんです。で、9ルート3、引く4ルート3なんで、9引く4をして、5ルート3、これで終了となります。よし、じゃあ次ですね。次、一次方程式なんで、まあ、さっくりいきましょうか。これも、ここと似てて、まあ、括弧の前に数字くっついてるんで、これを、まあ、こんな感じで配って、あ、入ってるかな？あ、ちょっと上切れてるけど、まあ、大丈夫かな？配ってあげましょうと。なので、で、3x-3 となります。で、まあ、文字がくっついてるのは左辺。左に集める必要があるから、3x、こっちに持ってくると、-3x。これとくっつけて、-2x。9をこっちに持ってくると、+9。-3とくっつけると、6です。で、両辺。-2で割ってあげれば、x は -3 と。これで OK です。で、次が二次方程式ですね。で、まあ、これもひとまず配って全部左辺に持ってきましょう。二次方程式解くときはね。なので、まず配ります。x2 乗-6x。これ x を配るね。こことここにね。イコール、-4も両方に配ってあげると、こうなります。で、二次方程式っていうのは、イコール0にしてからが勝負です。基本的にはね。まあ、違うのもあるんですけど。だから、全部左辺に持ってきます。こいつらを。これをこっちに持ってくる。そうすると、x2 乗。これ持ってくると、+4x。これとくっつけられるんで、-2x。これ、こっちに持ってくると、-8。で、イコール0です。右辺全部なくなったからね。イコール0。で、これを因数分解しましょう。入って、あ、全然入ってた。ちょっともうちょっと空間開けようかな。待ってね。右側入らんと思って、ビビってしまった。よいしょ。って言って書いたら入らないみたいなパターン。あ、大丈夫だったね。で、再書いちゃおうか。かけてマイナス8のコンビっていうのは、まあ、2子が8とか、1×8 とか使うんですけど、今回2と4を使います。で、そのコンビの中で足してマイナス2にするには、マイナス4とプラス2でいけばいい。この2つ、かけるとマイナス8、足すとマイナス2なんで OK だと。で、この状態になったので、まあこれ前のね、動画でも言いましたけど、ここと、ここ。の数字の符号を変えたのが答えになります。だから、x イコール4とマイナス2と。これで終了です。ただ前のでも話したように、それはここの x の係数が1の時ね、これが 3x とか 2x になっている時はこの技使っちゃダメです。前にも話してるんでね、今回詳しく話さないですけど、もし気になる方がいれば、ちょっと前のやつに戻ってみてください。で、ラストは反比例、関数が1問ね、入れてあります。今回連立がないんだよね、ここのね、受験の問題ね。で、まず、y は x に反比例って書いてあった瞬間に、まあ見てわかるように反比例なんですよ。で、反比例って言われたら、y イコール x 分の a です。で、できれば、a イコール xy も覚えておくと楽です。計算上ね。楽にはなります。まあ別に覚えなくてもいいんですけど、こっちは。これは絶対に覚える。反比例って言われたらね。で、まず、x が3の時に y イコールマイナス8。これと、これがセットで書いてあるでしょ。x が3の時に y イコールマイナス8であるって書いてあるから、これはセットで使うの、一緒に。で、この2つを使って、まず a を求めたいんです。で、その時に a イコール xy 反比例の時ね。
覚えておけば、A イコール、これかけるだけだからさ、XY。暗算でマイナス24ってわかるんですぐ。まあもちろん、このね、Y イコール X 分の A だけ覚えてる人だったら、代入します。Y のとこに、マイナス8、イコール X のとこに3入れて、3分の A。で、両辺3かけてあげれば、結局これになるんだけど。なるんだけどね。だから別に、強制はしないんだけど、A イコール XY に関しては。で、A イコールマイナス24って分かりました。だから、ここに戻してあげて、マイナス X 分の24っていう式が分かるんです。もし、この時の式を求めなさいっていう話だったら、これが答えなの。Y イコールマイナス X 分の24っていう。でも、今回は、その上で、じゃあ、X がマイナス4の時、Y の値いくつなのって聞かれてるから、式出しました。で、X が、じゃあ、マイナス4の時、どうなのって言われてるので、X のとこにマイナス4を入れてあげればいい。だから、こうなって、下にマイナス4って書きましょうか。で、このマイナス24ね、こっちこう持ってきたか分かりやすいかな。そうすると、マイナスマイナスなんで、プラス変わりますって、両方とも。で、4と24、約分できるから、Y は6ですね、と。これで、終了となります。で、これですね。まあ、よく出てくる、この7番もね、タイプの問題なんですけど、Y は X に反比例って言われたら、これです。Y これ X 分の A。で、Y は、これ多分入るかな。比例って言われたら、Y イコール AX です。入ってる。あ、OK、OK。で、Y は、X の、2乗に比例するって言われたら、Y イコール AX2 乗使います。そこは文で、言葉で判断してください。反比例だったらこいつ。比例って言われたらこいつ。で、X の2乗にって言われたらこれを使う。でも、あとは同じだから。代入して式を求める。もしくは、式を求めた後に、一回 X かは入れて、もう一個を求める。みたいな流れがね、よく出てきますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校受験対策動画の詩集シリーズの第4弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きですね、また受験問題とか、模試の問題使ってね、このシリーズやっていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。